小島敦氏は、頑固、フードサービスの創業者。同社会長、日本フードサービス協会会長や、関西経済同友会代表幹事、何和淀川花火大会会長等も務めた。和歌山県西室郡上富田町生まれ、和歌山県立田辺高校、同志社大学経済学部卒業。高校時代より、家業の雑貨屋、小島を切り盛りする。 同志社大学経済学部を卒業後、寿司屋で修行した後、1963年に大阪13で4坪半の頑固寿司を開店。1969年に法人設立社長に就任。以後は同社を外食産業チェーンに育て上げる。2005年会長に就任。2021年賞味期限改ざん問題を受け会長を辞任。天の 頑固は、自身の学生時代からのあだ名よりつけられた。著書に、儲かってまっか。頑固る人育て心得帳がある。1995年から、大阪外食産業協会会長を務めた。2001年から、日本フードサービス協会会長を務めた。2005年から、関西経済同友会理事。平成17年春の法章にて、乱受法章を受賞。 2006年より2年間、関西経済同友会の代表幹事を務めた。平成22年秋の叙勲において、極日中受賞を受賞。何は淀川花火大会会長なども歴任した。ありがとうございます。